皆さんこんにちは、クラシカの経営です。いつもこのチャンネルでは商品やブランドとかそういったものを紹介企画しているチャンネルなんですけれども、今回は買取店スタッフとして実際どうやって商品に買取金額をつけているのかっていうお話をしていきます。僕自身この業界に約10年以上いまして、いろいろな会社で商品査定買取金額を算出してきました。もちろん会社によっていろいろな買取の基準があったりするので、全ての買取店が僕が考えている基準というわけではありません。ただ僕が所属してこなかった会社でもだいたいこんな感じで買取金額をつけてるんだろうなっていうことは推測部分もありますが、お話はできますので、そのあたりもお伝えしていければなと思います。そして先に言っておきますが、僕は実際に今もクラシックという買取店で働いています。なんだかんだ言って結局はうちの店が一番高いんでうちを使ってくれっていう結論にまとめるんじゃないのって思われる方もいるかもしれませんが、一切そんなことはありません。もちろんこの動画を見て当店にね興味を持っていただいてご利用いただけるっていうのはとても嬉しいことなんですけれども、全ての商品どこの店よりも高いとはもちろん言ってませんし、この動画の目的としてはあくまでも買取金額をつける際に考えていることを伝えたいというのが目的です。今回の話はあくまで一個人の僕の見解となりますので、買取店に何か物を売りたい時など参考になればと思います。ちょっといつもより密度が濃い内容になると思うんですけれど、最後までご覧いただければ幸いです。では早速いきましょう。まず買取金額の付け方について、これを話す前にそもそもこの買取店がどういう仕組みで成り立っているかっていうのをお話ししていきます。もちろん会社として運営しているので必ずかかる費用があります。会社の規模にもよりますが、店舗を運営しているなら家賃、水道光熱費、人を雇っているなら人件費、 CM やネット上で出てくるような広告を使っている場合は広告宣伝費、あとはうちもそうですが楽天などのショッピングモールに販売店舗として登録されているのならば、その登録しているモールによって金額は変わりますが手数料などもかかります。メルカリで商品を販売した際にメルカリに 10% 手数料を払うことになりますが、基本的にそれと変わりはありません。ただこの手数料は販売した時にかかる手数料もあれば、そもそも登録しているだけで発生してしまう固定費もあります。それはそのショッピングモールによって様々です。なので簡単に言ってしまうと、それを超える利益を取らなければ基本的に運営をし続けていくことはできません。そしてその利益をどう取るのかとなると、もし買取業だけで運営をしているのであれば、お客様から商品を買取してそれを販売した際に生まれる利益、これだけです。というふうに長々とお話ししてきましたが、これは商品を扱っている小売店と同じ構造です。物を仕入れて販売する、それを維持していくのにかかる費用と仕入れ値を引いた金額が利益になる、全く同じですよね。ただ買取店の唯一違うところは、もう仕入れが決まった金額ではない、そしてコントロールできないところにあります。一般の小売店となると、ある程度決まった商品を仕入れて販売する、なくなったらまた仕入れる、売れ残ったら破棄する、もしくは安くするとかいろいろあると思います。そもそも買取は個人のお客様から言ってしまえば仕入れているので不安定ではあるんですよね。じゃあそれをどうしていくかっていう話は、これ以上話すとそもそもの議題から離れてしまうので、今回は割愛しますが、まずはこの買取店の仕組みというのを理解してもらえればなと思います。そして本題の買取金額なんですけど、先ほどの仕組みを考えると、言ってしまえば、本当に言ってしまえばですよ、安く買い取った方が儲かる仕組みになってます。当たり前ですが、8000円で仕入れて1万円で売るのと100円で仕入れて1万円で売るのでは利益に大きな差が生まれます。ただ少し考えてほしいんですけど、実際に買取店を利用する際に買取金額が片方では8000円、片方では100円なら、ほとんどの人が8000円で買い取ってくれるお店に行くと思います。なので買取店側としては他のお店にも負けないような、かつ会社が少しでも利益になるようなところ、このラインがギリギリの買取金額になってます。そしてこのラインの基準でよく使われる言葉が、比率とか掛け率とかそういった言葉が使われます。簡単に言うと、販売予定の金額の何パーセントで買取金額を提示するということです。例えば1万円で販売する予定のものがあったとして、それに6000円の買取金額をつけたら 60%、 8000円の金額をつけたら 80% 的な感じで考えることが多いです。この比率が高くなれば高くなるほど会社は利益が圧迫してお客様に買取金額を還元できるということです。そしてこの比率は会社によって違います。その理由は2つ。1つ目は、先ほど仕組みを伝えたように会社によって規模が違うため、かかる費用が様々だからです。比率 50%、 つまり半額で買い続けていかないと運営できない会社もあれば、 80% 以上で買い取りしても運営できる会社など、このあたりの基準は会社によって違います。ちょっと話ずれますが、ちなみに比率 80% 以上で買い取り続けている店舗はすごい優良店だと思います。仮に800万円で仕入れて1000万円で売る、比率 80%、 確かに200万円は儲かってるって思う方もいると思うんですけど、仮にそれがメルカリで販売したら売上1000万の 10%、 つまり100万円が利益から抜かれるわけですね。そして仮にその800万のうち平均仕入れ単価が2万円となると、個数は400個になります。それを買い取りして
販売して、ネット販売なら梱包発送して、その商品在庫を置ける費用、人件費、細かい消耗品、備品とかを入れてしまったらほぼ利益は残りません。もしかしたら赤字になるかもしれません。ちょっと大雑把な例えでしたが、そういうテープを利用している方は今後もぜひ使ってあげてください。話は戻します。比率は会社によって違う理由2つ目は、そもそも販売金額会社によって違うからです。同じ8000円でも片方は1万円で販売、もう片方は1万6000円で販売するとなると、比率は 80%、50% になります。そもそも得る利益が違います。なので皆さんも自分の商品を買取店に持っていく際にいろいろ見積もりを取ってもらうと思うんですよね。 A 店、 B 店、 C 店で、でそれぞれ買取金額が違うことって結構あると思うんですよ。その理由は会社によって比率の基準が違うっていうのと、販売経路がやっぱり強い弱い、そういったものもあったりするんですね。一般的に1万円で買って、まあ仮に1万5000円で販売できるよっていうのが一般相場だとしても、ある会社によっては2万円3万円で販売できるっていうルートを持ってたりすると、別に2万円で買ったって利益を取ることができたりする。そのあたりで買取金額の差っていうのが店舗によって、会社によって分かれてしまうっていうことがあります。長々と話をしてきましたが、この比率が買取金額を決める基準になっています。注意してほしいことがあって、ちょっと分かりやすく1万円の1個の商品という例えでお話をしてきましたが、この比率は全体での話です。例えばうちの会社は比率 60% で運営していくっていう会社があったとしても、全ての商品を一律 60% で買ってるかというと、そうではもちろんありません。ライバルが多く高単価、そしてすぐ販売できるような商品はやっぱり 70%80% つけるっていうこともありますし、そこまでニーズが見込めない商品に関しては 30% から 40% っていうこともあります。買取店の仕組みでも話しましたが、基本的にはお客様に商品を販売するので、例えば1万円で販売できるだろうっていうものがあったとしても、必ずしも1万円で販売できるって保証はどこにもないんですね。先ほども言った通り、仕入れ、販売の絶対的なコントロールはできないので、バランスを取る際の目標値として定めることが多いと思います。以上が買取金額をつける際に考えること、つまり基準の決め方です。こういう感じでお話をすると、費用をいっぱいかけてる会社が買取金額が安いのか、ということも考えられるんですが、一概にそうとは言い切れません。例えば広告とか費用をかけた分買取金額が安くなってしまうんじゃないかと思いがちですが、しっかり高めの比率を設定し、単品ではなく個数量で勝負している会社もあると思います。一個一個の利益が少なく、まあ、つまり薄利多売ですが、それを続けることによって多くのお客様から利用してもらえる、そういった戦略を行っている会社もあるので、そこだけは勘違いしないでもらえると嬉しいです。ここからは推測も入りますが、おそらくこの 2,30 年でこの比率っていう基準が大きく変わったと思います。それこそ中古リサイクルっていうのが全然根付いていない環境だった時は、比率 10%20% でも全然買取することができたと思います。つまり儲けられたということですね。そもそも自分にとって不要なものがお金になるっていうだけでも良かった時代だと思いますし、こういったリサイクル店舗がまず多くなかった、あとは今ほど地球の環境問題について問題視されていなかった、メディアが取り上げていなかった、そういったこともあると思います。そこから時代が流れて、2015年にね、SDGs が世界で掲げられて、ゴミをなくしてもっと地球を大切にしようとか、あとはインターネットで物を簡単に買える、売れる、メルカリで個人間で物の売買が簡単にできる環境になったとか、技術業界本当に大きく変わったなと思います。実際買取店を利用した時に、買取金額を提示されて、納得いかないことも多々あったと思うんですよ。全ての買取店に携わる人を擁護するつもりはありませんが、その先にはいろんな苦境を乗り越えた人たちがいるっていうことを理解してもらえればなと思います。最後、カッコつけました。すいません。今回いつもとは違った内容でしたが、まあ、好評であればこんな話も少しずつしていこうかなと思っていますので、その時はまた見ていただければ幸いです。このチャンネルクラシカではいいブランド、いい商品を紹介していきたいと思いますので、この動画が良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。また買取クラシックという買取のお店もやっておりまして、概要欄にホームページのリンクを貼っておりますので、気になる方はぜひご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。KJ でした。